あの、あの、あの表面をモルタルで覆うことによって雨が降った時に地表面福島第一原発原子炉建屋の前まで来ました。で同心円状にこう氷の柱を太らしていくような形で隣接する柱と柱を付け合う。凍土壁の冷却設備にやってきました。この周りをぐるっと一周 1.5 キロ陸側凍土壁がぐるっと回っている。ということが我々の、まあ、いわゆるここの肝になる。およそ1メートル間隔で凍結管が地中に向かって埋まっています。食べ